2009年イラン大統領選挙はイランにおける10回目の大統領選挙で2009年6月12日に行われた。改革派保守派2009年6月3日、アフマディネージャードとムーサビーの討論会が開かれ、そこでは互いを呼び捨てにするなど、1時間半にわたって、互いになじり合う泥仕合を展開した。こうしたことは、イスラム体制下のイランでは異例だった。組織力で劣るとされる、改革派のムーサビー陣営は、電子メールや、ソーシャルネットワーキングサービスなどを通じて、ムーサビーへの投票を呼びかけていた。こうしたことから、ムーサビーが若者を中心に急速に支持を拡大していたとされたが及ばなかった。選挙戦の結果はこれまで政治に無関心だった若年者などの不動票層が左右すると見られていた。アフマディネジャードは組織力で勝っており、イスラム革命防衛隊などの組織の票固めを進めた。また、アフマディネジャードは低所得者層の支持が厚い。これに対し、ムーサビーがどれだけ不動票を取り込めるかが選挙の結果を決定づけると見られていた。しかし、結果はアフマディネジャードの組織票の前にムーサビーは及ばなかった。ただし、ムーサビー陣営は投票用紙の不足など選挙に問題があったとして内務省に抗議したとしており、混乱が生じる可能性が残っている。保守派、改革派のメディアがそれぞれ独自に世論調査を行っていたが、結果にはばらつきが見られる。オーストリアの新聞、デア・スタンダードによると、匿名のアナリストの話では、アフマディネージャードが劣勢に立たされており、投票率が 60% を超えれば、アフマディネージャードが再選することはできないと主張している。2009年5月26日、イランの元内務大臣アブドゥルハヘド・ムーサビーは、ミール・ホセイン・ムーサビーの地滑り的勝利を予測した。アブドゥルハヘド・ムーサビーは、60% 以上の人間がアフマディネージャードに投票しないと述べている。2009年5月22日、メフディ・キャンルービーの選挙マネージャーであるゴラーム、ホセイン・カール・バースチーは、投票率が高ければアフマディネージャードは敗北すると述べた。3200万人以上が投票するならば、アフマディネージャードが勝たない可能性は 65% 以上だ。しかし、2700万人以下しか投票しないならば、変化の可能性は 35% 未満だと述べた。これは、2005年の大統領選挙で、ハータミ政権の改革失敗により、政治的無関心を有権者に起こさせた結果、アフマディネージャードの当選を許したという事実があり、もし2009年の選挙でも有権者の政治的無関心が続いていれば、イスラム革命防衛隊など大きな票田を持ち、組織力で大きく勝る保守派のアフマディネージャードの再選を許すことになるということである。暴徒化したムーサビー支持者ピースサインを掲げながら、デモを行う人々アフマディネージャードの当選が決まると、ムーサビー支持者は一斉に、不正選挙と反発。一部では、街頭デモで、警官隊と衝突する騒ぎになった。ムーサビーは声明で、選挙当日に、多くの違反があった。私はこの国の将来を脅かす危険な流れの、背後に隠れているものを明るみに出すと結果を受け入れず、現政権との対決姿勢を露にしている。最高指導者、アリー・ハーメネイーは、勝者以外の候補者の支持者も、選ばれた大統領を支えるようにと結果を受け入れるよう声明を発表した。2009年6月14日、モハンマド・ハータミ前大統領の弟を含む100人以上の改革派が当局に拘束された模様である。同日、ムーサビーは選挙結果承認権限を持つ監督者、評議会に選挙結果を取り消すよう正式に要請した。2009年6月15日、5県評議会が、ムーサビーとモフセン・レザーイーによる、異議申し立てを、受理、10日以内に裁定を出すとした。同日、テヘランで、革命後最大規模の抗議デモが行われた。参加者は、数十万人に膨れ上がり、ムーサビー本人も姿を見せた。また、デモ隊への発砲で1人が死亡した。こうした状況から、イラン革命前夜を思わせると述べた地元記者もいる。2009年6月16日、イラン国営テレビは15日の抗議デモで、軍施設襲撃を試みたデモ隊7人が死亡したと報じた。また、15日には抗議デモが地方都市にまで拡大。暴動に発展した可能性もあるという。さらに、大統領選挙で敗れた改革派の重鎮であるメフディ・キャルビー、元国会議長がムーサビーと共闘する旨の声明をウェブサイトに発表した。6月16日、監督者評議会は、票の最終計を行う方針を示した。6月18日、治安部隊により殺害された犠牲者の追悼デモが行われた。参加者は数万人規模に上った。6月19日に最高指導者、アリー・ハーメネイーが、金曜礼拝で演説し、選挙の正当性を述べ、また、抗議デモの停止を求めた。6月20日に改革派支持者の一部がデモを強行。治安部隊と衝突した。また、ホメイニ病で自爆テロが発生した。また、同日夜には、ムーサビーが支持者の前に姿を現し、私は殉教することを恐れていない。信じる道を突き進むと語り、自らが逮捕された時には、全国で抗議のゼネラルストライキを行うよう呼びかけた。当初は、アフマディネジャードのみに、批判の矛先を向けていた、改革派市民たちだが、6月20日に入ると、矛先は最高指導者、アリー・ハーメネイーにも向き始め、ハーメネイーに死を、と公然と叫ぶようになった。最高指導者への批判は、本来なら即逮捕になるものだという。また、ネダーという26歳の女性が、イスラム革命防衛隊の民兵組織バスイー人に所属しているとされる人間によって撃たれ死亡するまでの一部、始終が、インターネットの動画サイトに掲載され、大きな反響を呼んでいる。しかし、当初民兵によるものと思われていた。この事件に関して駐メキシコ大使、モハマド・ハッサン・ガディリは、映像では、ネダさんは胸を撃たれたように見えるが、銃弾は頭部から見つかり、しかも、イランでは使われていない種類の銃弾だったと述べ、ネダの死は、極めて不自然だ。ネダさんが、背後から、何台ものカメラの前で、それほど大規模なデモが行われていたわけでもない場所で、どうやって撃たれたのか疑問が湧くと公式に疑問を、呈している。その上で CIA など海外の諜報機関やテロリストによる関与を指摘した。6月22日にはイラン皇帝モハンマド・レザー・シャーの長子であるクロシュ・レザー・パフラビー元皇太子が全米記者クラブで講演し、イラン上層部から入手した情報として治安要員が私服に着替えて抗議デモに参加していると述べ、治安部隊や革命防衛隊の内部が瓦解しつつあるとの見方を示した。また、現在のイランを沈没しつつあるタイタニック号と述べ、すでに現体制は高まる民主化要求に耐えられないとの見方を示した。イラン国営テレビの選挙速報において、6月12日午前9時47分の段階でモフセン・レザー・Eが633,3048票を、獲得していると表示されていたが、13時53分の段階で587,913票と表示されていた。また、投票所の開票所責任者が、ムーサビー支持者が多い地区で投票用紙が不足し、内務省に発注したが届かなかったと証言している。投票用紙については、監督者評議会は、当初5300万枚印刷するよう指示されていたが、実際に印刷されたのは3900万枚のみで、残りの分は行方不明になったと主張している。また、国際ジャーナリスト組織、国境なき記者団は6月14日、イラン当局による検閲や、報道関係者の取り締まりを理由に、各国は選挙結果を承認すべきではないとする声明を出した。国境なき記者団は同日までに記者4人が当局に逮捕されたことを確認。さらに10人が行方不明になっていると言われる。12日に実施された大統領選では、中立的な組織による監視が認められず、外国人記者は選挙結果に抗議するデモの取材を阻止された。インターネット上では、当局が ABBC と外国のニュースサイトや、反大統領派のサイト、ソーシャルネットワーキングサービスへのアクセスを遮断している。また、首都テヘランからは CNN のプロデューサー、ロイター通信の記者らが警官に殴られたケースが報告されている。英紙デイリーテレグラフはイラン内務省から流出した情報として、ムーサビーが1910万票、アフマディネージャードが570万票だったと伝えた。また、そもそも手作業なのに5時間で2500万票も数えられるのかという疑問の声が上がっているが、投票結果の翌日発表は予定通りで、これまでの大統領選挙と同じである。ありがとうございます。